くやれよスカイ。スカイ、こっちだ。竜だ、さすがにこれは無茶だぞ。ごちゃごちゃ言わず頑張ってくれ。うわあ！こいつが依頼の代物だろ。うん、間違いない。ほら、こいつが代金だ。お父様、それはあんまりです。ごめんなさい。いいんだ。下賤なやからに口など聞くな。さあ、行くぞ。嫌なやつだな。偉そうに。仕事だからな。いい気分はしないけどな。ほう。大人になったもんだな、竜道。仕事じゃなけりゃあんなやつに関わりたくもない。商売慣れしてきた、それだけだよ。それにしても可愛い子だったな。女は嫌いなんだよ、優しくされるのもな。どうしたスカイ。竜道、どうやら新しい依頼だぞ。おいおい、まだいいだろ、金は入ったばっかりだしさ。いててて、分かったスカイ、分かったよ。仕事があるってのはいいことだよね。この先のグラナス教会が護衛を頼みたいだって。はあ、今度は神様かよ。ますますやる気がなくなるな。仕事は仕事だぞ。ああ、そうだね。これがジオハウンドってもんだからね。そんなんじゃ俺の命は取れねえな。そんなんじゃ俺の命は取れねえな。こんなことだったらもっと練習しておくんだったわ。なんだ、もうおしまいなのか。誰？俺に構わず続けろよ。私の歌聞いてたの？おいおい、そんなに硬くなっちゃ歌えないだろ。何よ失礼な人ね。あなた誰なの？見かけない顔だけど。何の用です？何の用って言われてもな。俺を呼んだのはそっちの方だぜ。私があなたを？私そんな覚えありません。得体の知れない人ね。早く出ていかないと人を呼びますよ。何言ってんだ？誰もお前になんて言ってないだろ。エレナ、どうかしましたか？あなたはジオハウンドですね。お待ちしておりました。ジオハウンド?そうさ。俺はリュウド、こいつはスカイさ。依頼で呼ばれたにしちゃ、随分と歓迎してくれたもんだ。何よ、あなたが変なこと言うからでしょ。エレナ、申し訳ありません。お詫びいたします。エレナ、そろそろ出発の支度をしておきなさい。はい、神父様。取り乱してしまい申し訳ありませんでした。疲れるやつだな。これだから女ってのは。ここでは色々となんですから、宿屋でお待ちいただけますか。すぐに伺いますから。